今回は身近な野鳥10種の鳴き声をまとめて紹介するわね。鳴き声を聞いて10秒以内に野鳥の名前を当ててね。では始めましょう。ホウホケキョはウグイスよ。イソヒヨドリ、とても透き通った綺麗な鳴き声ね。ヒヨドリ、ヒーヨ、ヒーヨと鳴くからヒヨドリと名付けられたらしいわ。チュンチュンと鳴くのはご存知、スズメね。ツツピーといえばシジュウカラ。シジュウカラとよく似ているけど、ツツピーやニーニーと鳴くのはヤマガラね。一筆形状つかまつりはホウジロよ。チルチルミチル、チルチルミチルと繰り返すのはメジロ。ビーン、ビーンと鳴くのはカワラヒワよ。ジュリジュリやチチチと小さな声で鳴くのはエナガね。今回紹介した野鳥は身近にいる野鳥ばかりなので、全問正解できるまで繰り返し聞いて覚えてね。